皆さんこんにちは、三重県の住宅会社株式会社ハーモニーのお客様サポーターの岩本です。今日はですねこちらにあるミッドナイトブルーの、ガルバリウムのお家ですね、平屋のお家を紹介させていただきたいと思います。なんと施主様が出演していただけるということでお呼びしたいと思います。こんにちは。じゃあ今日はよろしくお願いいたします。それでは早速ルームツアー行ってみよう。ではですね、こちらの外壁なんですけど、ガルバリウム鋼板っていうのを使用させていただいておりまして、こちらはですね、紺色ですね、ミッドナイトブルーっていう色を使わせていただいております。このお色目にしたのは何かこう理由が？大好きな色っていう。あ、なるほどなるほど、はい、それに白を合わせたいなと思って。素晴らしいですね。はい、こちらですね、このミッドナイトブルーの外壁に、まあ、白ですね、このサッシ、フードというところで合わせられているというところで、紺とか、まあ、今緑とかそういった外壁のお家にこの白のサッシを入れてあげることによってかなり締まって、あの可愛らしくもありかっこよくもありというとても素敵な仕上がりになります。ではですね、玄関の方やってまいりました。玄関なんですけど、こちらですね YKK のベナートという商品ですね、採用させていただいておりまして、木目調の玄関ドアを選んでいただいております。こちらの玄関ドアですね、こうこの感じにされたという経緯はありますでしょうか？このドアは夫婦が唯一意見がぴったり合ったものになります。なるほど、はい、唯一これだっていう風に狙われたんですね。はい、結構このガルバリウムとこの木っていうのもすごく合うので、うんね、はい、本当ぴったりだと思います。はい、これ窓もあるタイプで明かりが入るということで、はいはい、でこちらですね、ちょっと今まだお引き渡し前なんで、こちら、あの養生の方がされてるんですけど、玄関キーですね、とてもちょっとあの今お見せできないので残念なんですけど、可愛らしい取っ手がついております。それでは早速中に入らせていただきたいと思います。お願いいたします。おー、はい、では玄関の入ってまいりました。でまずですね、目を引くこの大きな下駄箱ですね。こちらですね、あの靴が開けちゃって大丈夫ですね。こちらの上もありますので、あのとっても大容量の玄関収納となっております。そしてですね、ここがちょっと僕はお気に入りポイントになるんですが、こちらにコンセントをちょっと付けられてるんですけど、はい、どのような形でご使用されるんですか？あの電動自転車を使いますので、はい、あその充電器を、はい、もうここにあった方がすごく便利なので、はい、コンセントをつけていただきました。なるほどなるほど、承知しました。で、あとですね、僕覚えてるんで、打ち合わせの時にここにね、はい、窓を入れるっていうのを、はいはい、設計と話をしてたのをすごく覚えております。はい、はい、もう明るいのが玄関、明るいのが一番なので、はいはい、窓をつけていただきました。ありがとうございます。本当こちら玄関ドアにもね、この縦のガラスが入っているタイプになりまして、とっても日が入って、はい、あの明るい玄関だなという印象ですね。はい、はいはい、では洗面室に入っていきたいと思います。ではですね、洗面室にやってまいりました。こちらですね、まず洗面台がハウステックのココシュという商品を使わせていただいております。でですね、こちら洗面のですね、横にある大きな収納なんですけど、本当に大容量ですね。これどういう形で使われる予定ですか？はい、あのトイレが近くにありますので、トイレ用品の、ストックとか、それから掃除用品とか、タオルとか、はい、こちらに収納できるように作っていただきました。あ、なるほどなるほど、嬉しいですね。あの本当にもう普段だとこれもなんて言ったんですか、ちょっとだけコンパクトのサイズの、まあ、収納を作られるかと思うんですけど、ここはもう本当に大きな収納で取らせていただいております。はい、では続いてトイレをご紹介させていただきたいと思います。はい、こちらですね、わあすごい綺麗。でこちらはですね、タンクレストイレを、標準で採用させていただいておりまして、この収納棚ですね、こちらにトイレットペーパーですね、ストックをしていただくこともできます。はい、これあのとっても素敵なこう壁紙を貼られてるんですけど、これはどのように選ばれたんですか？もう何種類かのクロスの、はいはい、本が、はい、分厚いですもんね。もう分からなくなってしまったのでもうコーディネーターの方に選んでいただきました。はい、いやでもとっても素敵な色で、はいはい、もうすごい気に入ってます。 ありがとうございます。はい、はい、で、こちらなんですけど、今回です、まあ、タンクレストイレなんですけど、まあ、ちょっと手洗いここに今ないというところで、はいはい、今ここの配置にされたところでこう何か理由があるというところで、はい、洗面とお手洗いですね、
それは今のご時世で、ね、もう外から帰ってきたら、もうすぐ手を洗うっていうのがもう習慣づいてきましたので、トイレにあの手洗いをつけますと、もうどうしても床がびちゃびちゃになって、私はそれがすごく気になって、はい、もう拭いても拭いても、はい、なんか綺麗にならないので、もう一石二鳥で、なるほど、あの手洗いをつけさせていただきました。あ、なるほど、ありがとうございます、はい、いやすごくあのでもやっぱこうお客さん目線の意見ってすごく僕らもありがたいですね。ありがとうございます。はい、では続きまして脱衣室に行きたいと思います。よろしくお願いします。脱衣室に行きました。脱衣室がですね、こちら2畳のサイズにはなるんですけど、それとは別でですね、こちらも見ていただいて、大きな収納がこちらにもご用意させていただいております。ここはちなみに、はい、洗濯機をここに置くんですけども、ここですね、はい、ここに置くんですけども、はい、もうたくさん物が必要じゃないですか、はい、タオル、それから洗剤、はい、もういろんなもの、ストック用品もありますので、はい、もうここにも収納を作っていただきました。なるほど、ありがとうございます。でこれちょっとあの、はい、この上なんですね、これちょっと見ていただくと分かるかと思うんですけど、こちらホスクリーンですね、はい、あの室内で物干しができるような形にさせていただいておりまして、これ使わないときはですね、上に上げて、で使うときに下ろしてっていう形で、あの使わないときはとても目立たないような形にできるものになっておりますね。はい、ね、2本あるのでたっぷり干していただいて、はい、はい、してます。では続きまして、はい、お風呂場に行ってみたいと思います、はい、じゃあちょっと開けさせていただきます。風呂場はですね、これちょうど、これも2畳タイプのですね、ユニットバスを採用させていただいております。で、とっても広いんですけど、あのちょっと見ていただくと分かるんですけど、ちょっと鏡とか棚っていうのが今回ついてなくて、そのあたりもちょっとお客様にどのような経緯で、はい、そのところがちょっとお聞きできたら嬉しいですね。もう私はお風呂掃除が一番嫌いです。なるほど。もうあの水垢、はい、もう鏡の水垢がもう一番嫌いで、はい、いつもなんかクエン酸とか重曹だとか、なんかいつもネットで調べるんですけど、はい、どうしても綺麗にならない。で受け皿とかでも、はい、石鹸シャワーの残るとか、ね、はい、ああいうのがもう必ず残ってて、もうそれがすごく嫌なので、もう全部取り払ってやりました。なるほど。カウンターも、はい、どうしてこれが必要なのかなっていつも確かにあのよその宅に行った時に思うんですけど、はいはい、もうそれもあの払っていただきました。なるほど、承知します。はい、ちなみに今あのこのお風呂のパネルってマグネットになっているので、あの棚とかですね、マグネットタイプつけられるものを、はい、後からつけられる方も、はいはい、それを考えて。なるほど、さすがです。はい、ありがとうございます。ちなみにこのクロスは、はい、主人が唯一選んだ、はい、この家の中で、はい、唯一選んで選ぶことができたクロスです。選んだと選ぶことができたことができた、そうなんです、はい、なるほど、はい、よくわかりました、はい、ありがとうございます。というところで、ちょっと今ですね、お風呂の話ですごくあのご主人様のお話も出てきたんですけど、じゃあここからも全て奥様が選ばれるという認識で間違いないですね。私だけが生の声ですね。はい、はい、では続きましてこちらの扉開けてみたいと思います。おー、キッチン横にやってまいりました。見てください、ここパントリーですね。これもちょっとあのキッチンの横と裏に1箇所ずつ大容量のパントリー作らせていただいてて、なおかつここにですね、勝手口をちょっと作られてるんですけど、この辺りで、はい、この勝手口はですね、すぐ隣に車を、はい、カーポートなんですけど、はいはい、もう買い物してきたらすぐこのキッチンに運べるように、なるほど、なるほど、でゴミもあのすぐ出せるように、なるほど、なるほど、勝手口を勝手口を、はい、とても使いやすそうですね。このパントリーはもうあれですか、こう食料品というか、はい、こう、こちらのパントリーはもう電化製品をあの全部、オーブンレンジ、トースター、あとホットプレートなどを全部あの収納できるようにしたいなと思って作っていただきました。なるほど。あ、確かにもうコンセントがね、はい、あるんですよ。そうなんです。設計さんがここをあの作ったらどうかって言って、はい、この
コンセントに穴っていうか、はいはい、本当ですね、はい、すごいこれ、はい、コードがですね、はい、邪魔にならないようにというところで、はい、はい、ではですね、続きましてキッチンにご紹介いきたいと思います。ここはですね、先ほどの脱衣所からこう玄関ホールまでこれ回遊してるんですね。これ今の回遊動線というところで、はい、そのあたりもこだわるのか、はい、もう行き来できやすいようにしていただきました。はい、ありがとうございます。では続きましてキッチンの方をご紹介させていただきたいと思うんですけど、キッチンはですね、こちらハウステックのキッチンを採用させていただいております。幅としてはこれが 2m40 というところで、作業スペースもとっても広いタイプになってるんですけど、これはもしかしてあれじゃないですか、もう夢のタッチレスですね。なるほど、もうこれだけは絶対に捨てたいと思います。もう絶対これは譲らなかったものです。なるほどですね、このタッチレス水栓なんて、手をかざしていただくだけでお水が出てきて、また手をかざすことによって水を止めることができるということで、これも今とっても人気の商品となっております。では続いてですね、こちらのタップボードの方をご紹介させていただきたいと思います。タップボードもですね、こちら2型のタップボードといいまして、上と下にですね、とってもたくさんのものが収納できるようなタイプを採用させていただいております。でこちらですね、何か家電を置かれる、自販ジャーと、はい、それから小型の浄水器を予定にしています。はい、なるほど、もうそれ、もうそれだけで、あとはもう何も置かない、あ、お掃除が楽なようにしたいと思ってます。主婦目線ですごくいいですね。でここは窓もつけられたというところで、はい、まあ、リビングに行くと風通しが良くなるようにここに窓をつけていただきました。まあ、明るいのもいいなと思って、はいはい、つけていただきました。隣のパンというのは何が収納されるんですか？ここは食品のストックがあって、でこの下にちょっと、まあ、板、今ボードがありますけども、はい、ちょっとボードを外して、ここに燃えるゴミ、はい、から不燃物とか、はい、3つぐらいゴミ箱を置く予定にしています。なかなかゴミ箱を置くスペースっていうのがなくて、はい、でパントリーの下に、この下のところにスペースが置けるかなと思ってつけていただきました。いや、いいですね、ここゴミ箱でもそのまま勝手口なんで、動線が、はい、動線がそうです、グーですね、はい、ありがとうございます、ね、はい、それでは寝室の方へ行ってみたいと思います。はい、おお。はい、寝室にやってまいりました。ここでですね、ちょっとハーモニーがどういった素材を使っているかというのをちょっとご説明させていただきたいんですけど、ハーモニーではですね、木材というところで、床材ですねの標準をすべてですね、パイン材でさせていただいております。で木材なので、冬場ですね、床が底冷えしたりとか、夏場ベタベタしたりとか、そういったことが、非常に少なくてですね、とても過ごしやすい、空間を作ってくれるというのが、木の特徴となります。で続きまして、これ塗り壁が標準になっているんですけど、塗り壁に関してはですね、調湿作用で湿度を調整してくれたり、あと空気をきれいにしてくれるよっていう働きですね、あとホコリを吸着分解してくれたりっていうところもあるので、とてもこちらも人気の素材となっております。こちら、主寝室の方でですね、クローゼットを2箇所付けさせていただいておりまして、1畳1畳という形で作らせていただいております。付けさせていただきます。1畳でもかなりたっぷりの収納というところになってるんですけど、これ今2箇所あるということで、ご夫婦で1箇所ずつという、はい、あ、もうそこまでもう終わりですか？でも多分、はい、私のがこちらに寝室が来ると思います。なるほど、あれやるかなと思います。はい、はい、というところでですね、こういった収納っていうのもですね、こうやってしっかり使い分けていただくということが、ご夫婦で結構多いっていうのが最近増えてきました。はい、では続いてはですね、リビングの方に行ってみたいと思います。お願いします。お願いします。おー、広いですね。このリビングですね、リビングのまずこだわられたところとして、ちょっともうすでに見えてしまってるんですけど、はい、もうリビングにも収納、はい、もう至る所に収納。なぜかというと掃除が嫌いだ。いや、でも、もう
詰めておけば、はい、何があっても大丈夫ということで、主婦の声を代弁していただいてありがとうございます。はい、で収納の一番、収納の一番でありがとうございます。でここですね、見ていただくとこれリウム4枚窓が入ってるんですね、はい、これとっても明るい、あちらが南ですよね。南なんです、はい、もう日当たりがすごい良くてですね、で後々はそこにウッドデッキを作る予定なんですけども、はい、こちらで日向ぼっこりできるかなと思って。最高ですね、はいはい、ではですね、リビングの横にある小上がりの部屋もご紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます。わあ、めっちゃ好きです、僕これ。失礼します。こちらのお部屋なんですけど、これ畳ですね、あの縁のない畳ですけど、その色味もこだわられたんです。はい、もうこういうこの色が好きで、いいかなと思って。あ、いや、すごい合ってます。はい、でこれあの横はですね、この先ほどのお話で出たこう無垢のパインのですね、パイン材、ナチュラルショップっていうのを貼らせていただいてます。こちらもですね、こちらにも収納がございます、はいはい、お約束のお仕事こちらはちなみに、こちらはもうあの娘家族が来た時にお布団を収納できるように、んはい、作っていただきました。なるほど、はい、こんだけあったらね、しっかり、はい、もうそうですね、あと もろもろ めっちゃいいと思います。はい。ありがとうございます。はい。ですね。で収納というところでちょっと出てきたんですけど、はい、実はまだあるんですね。はい、こちらも収納になっております。はい。でここはですね、ちょっと打ち合わせの時からこういうものをしまいたいというお話をいただいてて、で、すごくそこがですね、僕も印象に打ち合わせの中に残ってまして、こちらは何を、はい、そば打ちセットです。そば打ちセット、はい、入れるということで、60になった時に主人と2人で、はい、あの共通の何か趣味があったらいいなっていう話で、はいはい、そば打ちを習いに行って、でそば打ちを始めたんですけど、なかなかその収納をする場所がなくてですね、はい、で小上がりを私は絶対小上がりにしたいと思ってたので、その小上がりのところに収納ができたらいいなと思って作っていただきました。なるほど、かなり広いのでバッチリです、はい、もういっぱいそばを打っていただけたらしいですけど、はい、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました、はい、皆様今日のルームツアーいかがでしたか。僕自身が初めてだったんですけど、お客様と一緒に撮影させていただいたということで、まあ、すごく緊張したんですけど、いかがですか。私もすごく緊張したんですけども、はい、いい記念になってよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。でこれからなんですけど、こちらでどのような生活をされていきたいですか。あのここに住むのはもう主人と2人なんですけども、今まであの主人と転勤が多かったので、うんうん、いろんなところにあのもうアパートですね、社宅ばかりだったので、もういつか家を持ちたいっていうのがもう私の夢で、今もこうして叶ってすごく嬉しく思ってます。だから夫婦2人でもうそばを打ちながら仲良く暮らしていけたらいいなと思ってます。それ今日はありがとうございました。先にちょっと話聞いて、結構ちょっとなんか僕自身もいろいろ、いやいや、あの3年以上前からですね、お話を、もうそれが私たち岡山にいた時だったんで、うでね、もうあのリモートで、いろいろ本当にお世話になりました。いや、本当にちょっとそういったね、ところで、お客様のですね、お家を建てさせていただく、はい、お手伝いをさせていただけたっていうのがね、本当に、ハーモニーさんにお願いしてよかったです。ありがとうございます。もうボロボロのアパートとか、いろんなことを、のあのいろんなところに行って、社宅とかアパートを経験してますので、もうこんな新しい素敵なお家に住ませていただくことができて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとそれを言っていただけるのはもう僕ら何よりもやっぱりこの言葉なので、はい、山本さんが何回かのお電話とか、はい、LINE とかでもしてくださって、はい、もう決めるまでに主人と
まあ、すごい正直、喧嘩をしたりして、もうやめようかみたいな話にもなったこともあるんですけど、もうその都度、なぜか偶然に岩本さんから LINE が来たりして、で、なんか、あ、やっぱりこれはご縁があるんだなと思って、そうだったんですね。はい、こんな形でエンディングに なったんですけど、これからも、ね、よろしくお願いいたします、はい、ということで、間取りの方は最後にアップというかね、できますので、皆様チャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。バイバーイ。